ジープフォワードコントロールは1956年から1965年までウィリス社とその後カイザージープ社により生産されたキャブオーバー型のトラックである。本社はアメリカ合衆国外の数カ国でも組み立てられた。1947年以来ほぼ変わらないままの多用途車を生産していたウィリス社では1950年代の市場での競争の 激化に伴い経営陣が近代的なキャブとボディを持つ新しいシリーズを開発することに決めた。設計者のブルックス・スティーブンスはデザイン的には大型のキャブオーバー型トラックに機械機構的には既存の CJ-5 に半を取った。エンジンは F ヘッドと L ヘッド直列4気筒のハリケーンエンジンを搭載した。キャブオーバー型モデルは主に観光庁、自治体、 軍用向けに販売されたが、民間でも使用された。通常はピックアップトラック型の荷台を備えていたが、顧客には、社外メーカーが供給する数多くのジープ公認特製ボディが提供された。これらには単純な平ら荷台から、レッカー車、ダンプカー、消防車の完成車までと幅広いモデルが取り揃えられていた。最初期のミニバン型車の1台になったであろう。 フォワードコントロールコミューターを含む提案がなされ、西ドイツのシュトゥットガルトに所在する、ロイター社で3台の実装行可能なコンセプトカーが製作された。ブルック・スティーブンスは、このトラック用プラットフォームを乗用車に転換する構想も持っていた。1956年に発売された FC-150 は、 CJ-5 の81インのホイールベースに78インの荷台を乗せていた。1958年に新しい拡幅されたシャーシュを与えられ、トレッドが48インから57インへと広がった。1958年の FC-150、コンセプトは83.5インのホイールベースに広げられたトレッドを持ち、新しい T-98 型4足。 マニュアルトランスミッションを備えていた。このモデルの全微重量は5000ポンドであった。1957年ピックアップ型2台の FC-170 消防車両用版ボディのフォワードコントロール1957年に発売された FC-170 は103インのホイールベースに108インの荷台を乗せていた。これはキャブオーバー型の配置により実現できた。 1958年の FC-170、コンセプトは108円のホイールベースを持っていたが、これは新しい270日 V 型8気筒エンジンに、新しいトランスファーケースの組み合わせを必要とした。新しい3速オートマチックトランスミッションは、プロペラシャフトの角度の問題から直列6、気筒エンジンのみに装着できた。 T-98 型4足 MT は V8 と、実気録の双方のエンジンで選択できた。このモデルの全微重量は7000ポンドであった。この車は1ショートトンの120インに大付きで、後輪はダブルタイヤ仕様であった。これの全微重量は8000ポンドか9000ポンド。FC-180 はコンセプトモデルという形で、1958プロジェクツ。 プロダクトエンジニアリングと題されたウィリス社の企業案内の紙面に登場した。この車は本質的には FC-170DRW を引き伸ばしたもので150インの平ら2台を持ち、エンジンは226チジカ 6, 6スーパーハリケーンか2 7十日 V8 から、選択か、トランスミッションは T-98 型4足、MT か3足 AT が、 選択化となっていた。このモデルの全未重量は1万ポンドであった。FC-190 もコンセプトモデルという形で1957年に登場した。150インのホイールベース、202インの平ら2台を持ち、後輪は2軸のダブルタイヤであった。T-98 型 MT が標準、A、AT はオプションで設定され、記録は搭載されず、 V8 エンジンのみであった。FC-190 はコスト低減を図るために、FC-170 と FC-180 の部品を使用していた。このモデルの全微重量は16000ポンドであった。FC は1956年11月29日に、閉鎖回線式テレビ放送で、ジープのディーラーに披露され、同年12月にニューヨークで開催された。 国際自動車ショーで一般に公開された。FC-150 は1956年12月12日にジープディーラーのショールームでの販売が開始された。四輪駆動の FC に対する当初の反応は好評であり、最も販売台数が多かった年は9738台が売れた1957年であった。1957年に FC-170 が導入された後の1959年には FC-150 の販売台数は1546台に落ち込んだが1960年には4925台に持ち直した。どちらのモデルもウィリス社が望んだような大きな販売にはならなかった。9年間の生産台数の合計は3万台を少し超えた台数であった。 FC シリーズは1964年に廃止となった。民間で使用されるために製造された分とは別に、軍用向けに4モデルのフォワードコントロールも生産された。FC モデルの多数の派生型が、ウィリス・オーバーランド社、カイザー・ジープ、アメリカン・モーターズといった、代々のジープの所有者との間の契約の下で、数カ国で生産された。 インドのボンベイに所在するマヒンドラマヒンドラ社は1947年からジープ社のコンプリートノックダウンを始めて自動車産業に参入した。インドでの FC-150 の生産は1965年に始まり、後に FC-170 や独自の中間サイズの FC-160 といった国内市場向けモデルが拡充された。 93インのホイールベースを使用していた FC-160 はマヒンドラ製かその他の仮想メーカー製のピックアップ2台が選択できた。1970年代にはカウルとシャーシのみの FC-160 はミニバス、救急車やその他のボディ形式を仮想するベース車として一般的であり、ほとんどは基本的に FC の顔周りのままであった。 マヒンドラ製の FC-160 ピックアップトラックの生産は1999年の夏に終了した。FC-260 ディーゼル小型トラックは1975年に発売された。当時のマヒンドラ製 FJ-460 と FJ-470 ンとミニバスはオリジナルのフォワードコントロールと同じフロントグリル構成を保持していた。 これらは運転手に加え11から15名の乗客を乗せることができた。1960年代にカイザー・ウィリス社はビアサにジープ社のライセンス生産権を与えた。1970年代終わりにビアサはエブロ社に吸収された。ジープのシャーシを使用して生産された商用トラックの SV シリーズは米国の FC とほぼ同様のモデルであった。 このユニークなイベリア半島製モデルには、カンペアドール、デュプレックス、フルゴン、トレドといったモデルが用意されていた。エンジンは、ウィリス製の直列6気筒張り転か、パーキンス製、直列4気筒ディーゼルエンジンが選択できた。ありがとうございます。